どうもお久しぶりです。なちです。12月の13日ですね。前回最後に動画出したのが来週じゃなくて先週の月曜か火曜あたりだったと思うんですけど、火曜かな、お前は1週間何をしていたのかというのをね、説明したいと思います。まあ、単刀直入に言うと、ちょっとゲームしてました。違うゲームしてました。で、まあ、そのゲームが動画を撮ってる余裕がないという状況で1週間やってましたと。まあ、僕がね、あのアイマスを好きっていうのは皆さんね、もう知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、そちら の自分のね、好きなキャラクターのイベントが来てしまったんで、6月末ぐらいにもこんなことあったんで、まあ、知ってた方もいるかと思うんですけど、まあ、なんで言わなかったかっていうと、その最初にね、これやるんで動画1週間お休みしますとか、なんで言わなかったかっていうと、まあ、なるべくライバルを増やしたくなかった。まあ、少なからずね、こう動画出してしまうとね、あの情報がこう出ますから、あ、こいつやるんだと。ね、そう思うと、まあ、警戒されるわけですよ。で、なるべくツイートも、まあ、アイマスのことは言わずに、一週間こう、過ごしてきたということですね。まあ、おかげで体調はね、またさらに悪化しましたけど、まあまあ、結果的にいい記録を残せたんで、よかったと思います。ただ、動画をね、一週間サボってしまったことに関しては申し訳ありませんでしたと。別になんか、その、体調悪かったとか、そういうわけではありません。まあ、悪いっちゃ悪いけど、入院してましたとかではないんでね、ご安心ください。はい、ということで今回というかまた今日からね、動画再開していくわけですが、まあ、この報告だけで動画終わんのもなんかあれなんで、たくさん来た情報をちょっと紹介していきたいと思います。もうね、情報がすごいの。まあ、これは1週間の情報ではなくて、今日発表された情報ばっかなんだけど、まずゴッドフェス開催ということで、石5個なのかな？石5個っぽいね。久しぶりに普通のゴッドフェスが来るみたいですね。ということは僕は、ついにバルキリーをプラスなしでゲットする可能性があるということですね。で、神結びとね、雨の峰かのしね、2体目いないんですよね。で、分岐してさ、片方持ってない状態なんで、まあ、これもしかすると引くかもなって感じ。ね、普通の人からしたらもうね、石5個のゴッドフェスって何なんだよっていう感じかもしれませんが、僕的にはプラスがないというのは非常にありがたい存在ではありますので、引くかもしれませんということです。続いてフェス限ヒロインのガチャトラが来るということで、これありがたいですね。ただ今回ダンジョンボスセレクトガチャではなく奇跡ガチャになってます。まあでも奇跡の方がね、美味しい可能性もあるよね。ダンジョンボスセレクトガチャはまあ一応その最低ラインがシェロスパーダとかで、まあそこうまいってのはあるんだけど、奇跡ガチャだったらもしかするとダンジョンセレクトでは出ないようなキャラクターもね、ワンチャン狙えますから、ラインナップわかんないけどね。しかもスーパーノエル最大3体もらえますし、ダイヤドラゴンフルーツも3体もらえますので、これやって損はないでしょうということで、ガチャドラはありがとうございますと。これかな、 ありましたね。でもそんなに珍しい奇跡は入ってなさそうですね。ショーが出るんかよ。ショーはやばいやろ、もうね。辛すぎるな。まあこの辺で当たりで言うと、ホムラとかね、ナイト系はめんどくさいんでありですよね。あとはまあボルケーノドラゴンとかフレアドラーラも結構使うんで、その辺が当たりかなって思います。あとはまあいつも通りでしょう。で、怪物くんコラボが来るということで、これはあれですね、モンスターポイント購入でまたハットリくん的な感じで怪物くんが登場しますよと。闇属性なんだね。うん、まあ性能はまあまあって感じやな。まあ一応武器化もしますよということです。はい、クリスマスですよ。クリスマス、そう、クリスマスがね、ロミアがね、いるんですよ。ロミア今回性能を出しておきますね。しかもヨグもね、いるってことで、はい、こちらがロミアとヨグなんですが、今回星8が2体追加ということで、なかなか闇が深いガチャがね、また登場してしまったなと。クリスマスはなんかすごいね、渋いイメージが僕の中であるんでね、まあ、ただこんだけ星8が増えると 10% はあるんじゃないかな。それぞれ 2% ぐらいはあってほしいよね。ということで、まあ、今回はロミア狙って頑張っていきましょうって感じです。で、まあ、ヒヨグなんですけど、この調子でいったら木も来るんじゃないのかっていうね、可能性がありますよね。で、ヒヨグが来た際はね、何の、季節系イベントでなんのかっていうね。やっぱね、木っていう季節系のイベントないんだよね。なんで、まあ、記憶もいつか来んのかなって感じで、多分生放送でやります。まあ、そんなもんかな。ちょっと、早い紹介ではありましたが、ちょっと僕もね、ここ1週間浦島太郎状態なんで、このゲームに何が起きたかよく分かってない状態なんでね、ちょっと仮面ライダーも動画出せきれてないし、あとはまあ、フェス限ヒロインも来ちゃってますので、まあ、そこら含めてね、ちょっと、明日からまた。ちょっと今日はね、撮ってやった動画出そうと思いますんで、一週間前だけど。一週間前の動画だけど、出そうと思いますんで、また明日からね、やっていきたいと思います。で、明日はね、フェス限ヒロイン生放送で弾こうかなと思ってますんで、まあ、そちらもよかったら来てください。ということで、とりあえず僕が何をしとったかっていうのと、まあ、簡単に
イベントとかの紹介でございました。はい、ではバイバイ。